前ごときがわしを倒すなど100年早いわ。お主のことは聞いておるぞ。柱の中で一番弱いと噂されている虫柱だな。そんな奴が上限の4のわしを倒せるわけがなかろう。人間は体も弱いのに頭も弱いのか。確かに私は柱の中で弱いかもしれません。でも柱であることは変わりません。鬼殺隊の一番強いくらいを親方様にいただいたんです。なのでここで引くわけにはいかないんです。そうか、哀れな人間よ。苦しまないように一瞬で殺してやろう。どうしよう、私は上限の2のドームを倒すためにいろいろ準備してたのに、まさか上限の4に会っちゃうなんて。やっておきの支度があるけど、俺は上限の2に使いたいし、けど私の実力であいつを倒せるかしら。いや、もうそんなことは言ってられないわ。やるしかない。私ならきっとできるわ。あなたは私が倒す。あなたの好きにはさせない。わしに命令をできるのはお一方のみぞ。弱いくせに調子に乗りやがって。殺してやる。死の呼吸、蝶の舞、ホームラン、キャー。やはり柱など相手にならんな。わしに歯向かう奴はみんなこうなるんだ。さてと、それではご飯タイムにでもしようかな。胡蝶に怪我を負わせるなんて許さん。誰だ。俺は胡蝶のパートナーだ。上限の4、覚悟しろ。少しは強い柱が来たようだな。同じ日に柱を二人も食べれる時が来るなんて運がいいな。お前もさっきの虫柱同様痛めつけてやるわ。そうはさせない。水の呼吸、うちの子だ。水面切り、くはなんだこいつ、動きが見えなかった。こんな強い柱がいたなんて。クソがなんだこの力は。体が熱くなっている。だがそのおかげでいつもの何倍もの力が出せた気がする。富岡さん、助けに来てくれたんですね。ありがとうございます。いや、これはたまたまだな。大好きです。え、やっぱり私は富岡さんのことが大好きです。登録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 